こんにちは。こんにちは。2019年1 2月の5日です。今僕たちはロサンゼルスに来てます。で今日はヴィッセル神戸対オレンジカウディの試合がオレンジカウディスタジアムであるということで楽しみにしてたんですけども、まあ、昨日なんかピッチコンディションが不良ということで中止って書かれてた。マジかよと思って朝宿をね出てきて、そしたらなんかロサンゼルスギャラクシーのツイッターで午前中練習試合してたって書いてあって、場所を見る、神戸ね、はい、したらまさかダウニーから1時間ぐらいかかんない、1時間ぐらい。ダウニーは前の宿、はい、ヴィッセル神戸の試合を見るために宿を移動したんだよね、はいはい、そうなんです。そしたらまさか最初泊まった宿の近くでやってるという。で今スタジアムに見に来ました。天気はねこうやってすごいサッカー日和だ、これ完全にサッカー日和、サッカー日和だけど、なんかスタッフの方に来たらああいう風に水たまに見えるかな、水があって、ね、できないということです。まあスタジアム全然こんな感じです。うわー、ここでビジャー、イニエスタ、ポドルスキー見たかったな。こういう時もありますね。はい。ということで、まあ今日はこの後戻るのかな。で明日はね、アメリカ対日本人、これ日本人来ちゃった。出て見に来たね。ということで。帰っちゃった。あ、サッカー小僧じゃん。なんでいるの？なんかあるんじゃないの？ないでしょ。じゃあ何？見に来たんでしょ。そうなの。サッカーの練習、クラブチームの終わりに。クラブチーム発行してるから野球で見る。野球で見るの？あ、このこと言ったの、さっき野球。うん、多分。明日はだから、まあ、ロサンゼルスでは夢の国？夢の国なの？まあなんかディズニーランドがあるんで、それを全力で楽しみたいと思います。明日は晴れ。楽しみます。なんかいいことある？どんまい。2日連続どんまい。そうだ、2日連続。よく分かってない方は昨日のやつを見てください。悔しい。まあそういう時もあるね。明日東京、あ、東京、なんだっけ、ディズニーランドって全力で踊ってみたいと思います。